仲間の献身的な協力により、絶望の淵から舞い戻ったネプギア。そして今、ゲーム業界を救う術を求めて、新たなる世界へと旅立つ。そこで生まれる数々の出会いは、彼女に何をもたらすのか。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2第2章、総国のインターセクション。 各国のゲームキャラの力を得ることに成功したネプギアたち。新たな仲間も集い、女神奪還作戦はいよいよ目前へと迫る。しかしネプギアの胸には、拭いきれない一末の不安が残されていた。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2第3章イベイダーの女神たち。ネプギアの熱意のもとに、ついに全ての女神候補生が集結した。 女神を、自分の姉を救い出すために、彼女たちは、再び業界墓場へと赴く。しかし、そんな一行の前に、再び、あの敵が立ち塞がる。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2、第4章、覚醒のアナスタシア。ついに復活を果たした4人の女神。しかし、再会を喜ぶのもつかの間。時を同じくして、 犯罪心、マジェコンヌも、長き封印から目覚めようとしていた。さらに、ネプギアたちの行く手には、最強の資格、マジェコンヌ四天王の影が。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2、第5章、マジェコンヌの狂人。マジェコンヌ四天王を退けた、ネプギアたち。残す敵は、完全復活を遂げた、犯罪心マジェコンヌのみ。 ゲーム業界の存亡をかけ、女神たちは最後の戦いに挑む。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2、第6章、マジェコンヌのたけき牙。長き戦いの末、ついに勝利を手にした女神たち。だが、犯罪心は滅びてはいなかった。新たな力を蓄え、再びゲーム業界を完全な破滅へ導かんと躍動する。行け。 女神たちよ。ゲーム業界に真の平和を取り戻すために。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2。第7章、近畿の帯道。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2。終章、近畿の帯道。長き封印より目覚める犯罪心、マジェコンヌ。だが女神たちは、 それにあがなうすべがないことを痛感していた。今のままでは絶対に勝てない。そんな彼女たちの前に一筋の道が開かれる。それは希望の光か、あるいは禁断の力なのか。次回、超次元ゲームネプテューヌマーク2 i イデン急の悲壮